皆さん、こんにちは。今日お話しさせていただく内容としては、JPEG TIFF EPS ですかね。なんのこっちゃとはあんまり読まないかなと思います。JPEG とかはまあよく、広く知られた拡張してあるんですけど、いわゆるフィギュアを作るときの画像の保存形式についてのお話をさせていただければと思います。まあ、JPEG で使うことが多いから、僕は JPEG ばっかりにしてるよとか、私は GIF が多いのかなとか、そういうふうにあると思うんですけど、論文の投稿の時にはそれぞれにやっぱり規定は出てくるのがほとんどです。もちろんその投稿規定で JPEG でも大丈夫っていうのだったら JPEG でもいいんですけれども、 JPEG じゃダメって言われるような雑誌、あるいは指定するようなファイル形式がある雑誌っていうのも多いかなというふうに。例えば今回紹介させていただくプロスワンに関してはですね、そのフィギュアとかに関するいろいろ、規定っていうのは細かく書いてあります。で、まあ、これなんでお話しするのかっていうと、やっぱり非常になんかしっかりしてるんですね。プロスワンとか、点数の割にはやっぱりそのプロスの他のすごい高い雑誌の系列っていうのがあるせいか、非常にちゃんとしてるとか、あるいはプレスリリースはいつしたらいいとか、いつからはできるようになるとか、そういうような非常になんていうの、ちゃんとしてる感っていうのがある雑誌かなというふうに思います。で、ここでフィギュアファイルリクエアメンツっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、これがいろいろどういうようなファイル形式にしてくださいか、あるいはいろんな解像度にしてくださいかというお話です。で、解像度に関してはですね、ちょっともうまた次の動画でお話しさせていただきます。一緒にするとちょっとわけわかんなくなっちゃうのと、まあ、余計長くなっちゃうだけになりますので、今日はファイル形式のお話、その違いについてお話しさせていただきます。ファイルのフォーマットに関しては TIFF と EPS というのがですね、こちらのフィギュアファイルリクエアメンツの指定になります。だから JPEG とかじゃダメです、 GIF じゃダメです。まあ、この TIFF か EPS を使ってくださいってことなんですけど、まあ、TIFF は比較的まあ出てくることも多いかなと思うんですけど、 EPS ってなかなか私自身あまり使ったこともなかったので、何なのかなっていうので、ちょっとその拡張子に関しての復習をしたいと思います。ここで6個の拡張子を出させていただきました。JPEG、GIF、PNG、TIFF、EPS、BMP ですね。じゃあ順番にちょっとお話しましょう。JPEG っていうのはよくカメラで撮影するときに、そのローデータの保存とかじゃない場合には JPEG に圧縮して保存するってことですね。1677万色、256×256×256 でこの1677万色になるんですけど、いわゆるフルカラーって言われてるものです。ただ圧縮はしているので、サイズは小さくなる代わりにそれを戻すこともできないっていうのは、一般的なお話なんですけど、ただもう JPEG やっぱり綺麗ですし、まあ、大きいサイズで保存すれば全然問題ないのかなというふうに思います。個人的にはほとんどこれを使うのが一般的には多いのかなと思いますけど、論文だとまたちょっと変わってきたりします。じゃあ GIF って何だろうっていうと、 GIF は256色ですけれども、透明ができるんですね。なんで背景の透明化ができるので、よくいろんなロゴとかを作って右端に乗っけたいとか、そういう時に非常に透明ができているのでいいかなと思います。で、256で圧縮しているので非常にサイズも小さいです。で、この PNG ってのは何でしょうかということは、 PNG はほぼ GIF と一緒なんですけど、 GIF では256色だったのがフルカラーになったので、まあ、よりそのロゴよりもですね、写真とかを含めた、背景が透明化できるものもできるので、まあ、ちょっと、それよりは少しワンランク上なのかなというふうに思います。ただ GIF も古くから使われていますので、まあ、比較的 GIF を使う機会も多いかなと思います。で、その後はですね、ファイルサイズが大きいって書いてあるんですね。いわゆるほとんど非圧縮、圧縮をしてないので、データサイズが非常に大きい代わりに、まあ、いろいろ、編集したりすることができます。で、TIFF に関してと EPS、ビットマップに関してなんですけど、ビットマップっていうのは、まあ、Windows とかでよく使われてるんですけど、逆に、Apple とかだとあまり使われてないかなというふうに思います。なので、まあ、ビットマップよく使われるので、まあ、私も別に嫌いってわけじゃないんですけど、まあ、TIFF とか EPS が論文の投稿では多いかなというふうに思います。多分ビットマップってアプリとかのじゃできないかなっていうことなんですかね。
ちょっとそこら辺よくわかんないんですけど、すいません。で、TIFと EPS の差は、ここにラスターとベクターって書いてあるんですね。まあ、ほぼ同じなんじゃないかと思うかもしれないんですけど、その中でラスターとベクターっていうのをちょっと勉強していければというふうに思います。じゃあ、ラスターってのは何でしょうかっていうと、ラスターっていうのはドットの集合体なんですね。なので、一個一個の点の集合体で、書いてるものをラスター。一方で、ベクターっていうのは関数で描いてますね。トゥルータイプフォントとかも同じだと思うんですけれども、その曲線っていうのを関数で書いたものっていうのが、このベクターになると思います。なので関数なのでいくらでもサイズを大きくしても、同じように綺麗なサイズができるっていうのが特徴的かなというふうに思います。なので、ラスターに関してはやっぱり大きくすると荒くなる反面、ベクターに関しては大きくしても大丈夫。ただやっぱり細かいですね、ドットで表す方が得意なもの、線とか線形じゃないものっていうのは多分、TIFの方が扱いやすいのかなというふうには思います。まあ、ちょっと我々これを正直一個一個判別することもできないので、正直なところどっちでもいいのかなっていうふうに思います。で、この TIFと EPS ですね、が先ほどのプロスワンでの投稿規定でも書かれていたものです。じゃあそれをですね、考えるとどういうものなのかっていうと、いわゆるフルカラーで書かれているもの、そして圧縮しないサイズの大きいもの、そしてそのラスターとベクターに関しては TIFと EPS で分かれているということになります。ただ投稿規定に合わせるのが当然一番ですので、あんまり今の段階で、EPS とか少なくともラスターとかベクターっていうのを意識しなくてもいいんじゃないかなというふうには思います。ただもうこの2つの形式であればこれでダメって言われることはないと思うんですね。 JPEG でいいよっていう雑誌はあったとしても TIFはダメですとかEPS ダメですっていう雑誌はまずないと思いますので、少なくとも TIFの方が正直なんかよく聞くことが多いので、TIFでの保存形式と解像度でフォーマットを例えば Photoshop とかで作ってしまえば後々楽に使えるのかなというふうに思っております。今後もちょっとこのようなお話ですね、少しずつ増やさせていただければと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今回はファイルの保存形式になりましたけど、もう一つ解像度のお話っていうのが重要になってきます。その解像度の重要なお話、解像度に関するお話っていうのは、次回の動画でアップしようと思いますので、引き続きご覧ください。